皆さん、こんにちは。今日は2022年4月23日土曜日です。こちらは上海なんですよ。道路と真ん中にですね、道路の真ん中、実は空と空の間なんですが、このような鉄のチェーン、尺ですね、えー、囲まれていますので、自由に取ることはできないんです。主にトラックですね。 取るようにできないようにしていますが、これについて話をしますけれども、上海の状況と中国の GDP です。中国の GDP、今年第一四半期の数字は発表されましたが、みんなびっくりしたと思います。18日月曜日に発表されて4.8%の増加ですよと。 第一四半期は今年ですが、去年より増加であって、2020年よりは1.3%の増加となっています。 中国の経済は今の状態から見て、この数字はですね、嘘ですね。ありえないんです。中国のデータがありますので、で、これは発表されるかもしれませんが、で、私が調べて出てきましたので、それは内部の情報でもあるという意味なんですが、中国にはその合成樹脂の需要と供給の境界がありますので、合成樹脂というのは原材料なんです。いろんなものを作っていますので、 合成樹脂に関連する業界なんですが、業界です。176個ありますので、とても多いんです。合成樹脂で作られているものですが、例えば、ま、キッチンの台です。中国の場合ですね。そしてワイシャツのボタンです。そして自動車の部品、製品です。そして船、飛行機。 あるいは水道のパイプ、そしてデジタル産業にも使われていますが、例えば電線の革、あと基板ですね、などなどありますが、つまり合成樹脂はとても大切であって、欠かせない産業の原材料なんです。中国の経済は20年間、急速に発展してきて、合成樹脂のデータですね、経済と同時に発展、あるいは成長してきました。 今年の第一四半期ですが、合成樹脂の生産は25%の下落です。販売の量は41%の下落です。今月、今は下旬でとなりますが、今月の今のところですが、先月3月よりも40%の下落です。そして、先月の3月ですが、去年の3月よりも41%の下落なんです。 今年の3月は、去年の3月より40%、41%なんですが、下落の原因としては、一つはやはり物流なんです。中国の各地の都市の閉鎖がとても多いんですので、もう一つは、 現状ではありますが、中国の不動産の事情にも関係ありますが、例えば建設する工事が減ってきますので、減っています。内装の、物件の内装とか全部自分でやらないといけませんので、これは基本なんですが、 そして不動産の工事となってくると、たくさんこの原材料合成重視ですが、使われていますので、リフォームの工事も大幅に減りましたので、なので、そういう、まあ、工事、インフラ建設という意味でもありますので、工事が減ったということで、量も減っています。聞いた話なんですが、中国の経済はとてもいいですよね、と。でも、どうしてこの産業の基本的な原材料は、 売れなくなくったのかと。やはり自分の産業だけの問題でしょうかと <laughs> それは違いますよね絶対中国の全体的に問題はあるという意味ではありますので原産量の上流側と下流側がありますので上流側の産業は例えばこの合成樹脂ですが状態が良くないですとあるいは売れていないんです下流側のメーカーはもっと売れないという意味なんです 私の友達がこの20年間この業界でやってきて初めてですというふうに言っていますが、つまり中国の GDP の数字はとてもありえないんです。中身を見てみると GDP の中身は今年の1月と2月ですね、実に悪くはなかったんです。原因がありまして、輸出は実に良かったんです。輸出で経済を引っ張りました。しかし3月から コロナの影響で感染者が急に増えて、ゼロコロナの政策があって、新鮮、広州、今は上海ですが、もうこれからは戦国になるかと思いますので、いろんな都市が閉鎖となってきました。つまり GDP の成長はゼロでしょうかあるいはマイナスでしょうかもうこれは4月間違いなくマイナスになるというふうに思います。 こちらは上海のメインの道路なんですよ。空と空の間ですね。閉鎖されています。まずは自動車ですね。トラックは通行はできないんです。置いてあるのはコンテナなんです。 うん、そして配達員のバイク、電気バイク、電動バイクですが、登録通過することはできますが。なので、この状態があって、もうわかると思いますが。そしてこれも同じなんですが、区の政府は、やはり自分の区を、あの、安全を守るっていうイメージなんですね。閉鎖にしていますが。でも、やはりもう、 あの、違いますよね。自分が閉鎖にして物資の流動ですね。物流を管理したいんです。特に食料品ですね。自分のものをやはり売りたいんです。団地の政府。まあ、この団地の、えー、住民の委員会ですが。つまり、閉鎖は実に続いていますよ。 道路の閉鎖は実にですね、もっと厳しくしています。この状態であっても中国政府、まあ上海政府ですが、我々は閉鎖は終わりましたよというふうに言いますし、そしてもっと正確に臨機大きな方法で閉鎖をするというふうに言っていますが、3月の中旬、上海の一部の地域ですが、団、まあ、地は閉鎖となりました。 当時、閉鎖とは言いませんでした。あるいは、上海市の政府は認めませんでした。人員の移動制限だというふうに言っていましたが。ただ、みんなしています。これはロックダウンでしょうと。みんなしていますが。でも、上海の港は半分は閉鎖の状態となって、なぜならトラックがないんですよ。そして、上海の周辺には工場がとても多くて、 外資系の企業も多いですし、多くの原材料は上海の港から入ってきますので、なぜなら上海は中国の南側の玄関と言われています。そして上海であっても、今山、えー、その、今山ですが、電子部品の工場がとても多いんです。 自動車の部品を製造する工場も多いんです。これで上海市政府は4月16日から我々は産業の再開、生産再開をしますよと宣伝しました。そして4月17日、上海市の政府は記者会見で666社、大大事なですね、大手企業、先に生産再開できましたよと。 主に自動車産業の企業、特に上海記者とテスラ、みんなフル稼働はできましたよと宣言しました。しかし現実としては生産再開1週間されましたが、1週間ですが、98社だけ生産再開はできました。しかもフル稼働ではないんです。約量の半分ぐらい以下なんですよ。条件がありますので、工場の敷地内から出入りできないんです。 でできている禁止です。つまり、敷地内には量があること、そして食堂がある企業だけはやっていけ、いけますね。また、半導体産業も同じ条件であれば、生産は可能ですね。これがやはり厳しいです。上海にあるテスラのスーパー工場ですが、4月18日、8000名の従業員を呼び戻そうとして、生産、生産の再開しようとしました。 中国政府は言いましたが、4月18日から21日になって、えー、テスラの工場はフル稼働できましたよと、みんな忙しそうに動いていますし、自動車はどんどん製造ラインから降りてくるというふうに報道していました。ただし、この報道は中国政府なんですよ。テスラ社は何も言わないんです。 去年、テスラは上海工場48万台製造したんです。世界の半分のテスラですが、大体上海で製造されています。今年約3週間ほどですが、生産はできないんです。なかったんです。約4.8万台の自動車は製造できなかったと発表されています。 テトラ社は今まで在庫は1週間までにしていますが、自動車の部品ですね。これに関しては日本の自動車、製造業の在庫というのは時間を単位にしています。例えば、物流が止まりましたら1時間とかあるいは数時間で製造ラインが止まってしまいます。ただしですね、日本の物流の効率は非常に良い,いんです。心配することはないんです。 中国の自動車企業ですが、部品の在庫は1週間から2週間が普通なんです。聞いた話なんですが、もし中国、全国ですが、感染者が一気に一緒になくなったとしても、自動車の生産ですね、フル稼働までは3ヶ月ぐらいかかるでしょうと言われています。原因がありまして、自動車の製造、たくさんの部品が必要なんです。 部品がないと自動車は製造できないんです。今の問題としては高速道路の問題です。高速道路から降りても市内空と空の移動は厳しいんです。また従業員は家で隔離されたり外出禁止されたり、また自動車の販売店ですね。営業はできないんですよ。あ営業ができたとしてもお客さんは家にいますし誰も来ないし買わないんです。そして どうしても最初の原材料あるいは一番上流側となってくると港の物流とかあるいは港とか原材料となってきますので最後は自動車の販売店あるいは自動車のサービス店ですが、えー、自動車を売りますのでつまり上は難しいですし従業員は家にいてますのでお客さんは家にいてますしこれから自動車は生産できても かなりの時間はかかると思います。なかなか売れませんので。上海の条件としては、一週間、自分が住んでいる団地ではなくてビルですね。このビル、みんな陰性であることです。一週間、続いて陰性であって、これで外出は可能ですよと。ただしですね、現在多くの上海の市民ですが、PCR 検査を拒否しています。そうすると外出は禁止なんです。できないんです。 PCR 検査の実施を拒否すると、隔離だけで進みますので、検査を受ける、受けて、陽性でしたら、収容所に搬送されてしまうんですよ。運が悪かったりすると、石膏書とか、高層症などに搬送されてしまいますし、そしてもしペットがいるなら、もう処分されますし、隔離が終わったとしても、高層症とか、軟禁とかでしたら、帰りは、交通手段がないんですよ。まだ困りますし。 まだ PCR 検査で陽性になってしまう可能性がありますので、なぜなら PCR 検査で同じ、あの、ね、メ棒ですね。あの、同じ日本でスニーカー使う可能性もありますので、もちろん上海はないでしょうと言われていますが、私もそう思います。ないと思っても、あの、みんなないと思っているんですよ。でも、実に起きているんですね。現在、自動車部品のメーカーの問題なんですが、 原材料がなかったり、あるいは原材料がないと製造はできないです。一つの部品ですが。しかし、原材料は計画通りに入ってくるのは、例えば生産再開できた年でも2ヶ月、あるいはもっとかかるかもしれないと聞いておりますが、 上海というのは、玄関となって、石膏省、高層省、安記省が生存業の中心地なんです。中国の自動車の30%以上ですね。この地域で製造されていますが。 例えば、こちらは単純な部品となっていますが、ワイヤーハーネス、あるいはケーブルハーネスと言いますが、いろんな線を一本にしますが、これを製造する工場ですが、あとは横滑り防止装置であったり、自動車のコントロール,ロールパネルであったり、スイッチ類であったり、ガラス、モーター類、小さいモーターいっぱいありますので、 ミラーとかガラスの上下するモーターもそうですが、みんなこのような部品ですね、上海の周辺に集まっている状態なんです。現在は生産できない状態なんです。5月中国には新車の生産はできなくなってしまう可能性は実にあります。中国の自動車産業ですが、3月需要車、 年間で計算すると生産量は38%下落です。販売台数は、これも3月、先月でしたが43%の下落です。今月の4月はどうでしょうかこれは来月にならないとわかりませんが、注目したいと思います。これから中国は人民権をコントロールして、 円を安くしようとするでしょうと思います。安くしないと中国の商品の輸出はできなくなってしまいます。去年、中国の商品の輸出はとても良かったんです。経済を引っ張ることはできましたが、去年の状態としては、世界の先進国、みんなコロナの対応で家にいる時間が長いんですね。先進国の国民はネットで買い物しますし、 あの、そういう国の補助金も出ますし、そして去年中国のコブリン業は海外のその販売代理店、代理会社は非常に儲かりましたね。なぜなら中国のメーカーはですね、商品を製造しても外国語はできませんし、そういう商社を経由して、例えばアマゾンで登録されて、それで外国語で売ってもらうと。つまり本当に去年は良かったんです。でも、これはメーカーはそうでもないんです。 主に代理店が儲かっています。商、ま、社、あ、ですね。また、去年、東南アジア諸国はみんなロックダウンなどで生産はできなかった、そういう時期はありました、まあ。結果としては、中国はかなりの注文を受けていたんです。大変反映していました。でも、原材料と電気の使用制限がありましたので、製造するコストはどうしても高騰していましたね。なので、金魚はそんなに儲かることはなかったんです。 しかしですが、今年は変わりました。中国を除いて、みんな良くなってきました。これから、いつのように戻りますので、アフターコロナと言いますが、後代になってくると、家から出て行こうとします、みんな。家に行って、ネットでの買い物は、そういう機会はやはり減ってきます。つまり、これから、外国の消費者は需要が減ります、えー。外出するようになってきますので、 また、中国のライバルでもありますが、例えば東南アジアとかメキシコもそうですが、みんな出てきて普通に正常になってきましたので、中国より安い値段で売ります。そして大事なのは、やはり安全安心、えー、注文してもらえます。これが大事です。中国のように注文を受けましたと。はい、ありがとうございます。でも予測不可能で港が急に閉鎖になったり、都市が急に ロックダウンとなったり、高速道路が急に閉鎖となったりとかありますので。しかし今年の石油価格ですが、原材料のコストは去年より高いんです。中国のメーカーは逆に安くしないといけないんですよ。そうしないと、先進国の商社、 は、みんな、メキシコとか、東南アジアに注文してしまいますので、お客様に逃げてしまうという意味ではありますので、なので、中国のメーカーはかなり安くしようとします。安くするにもかか、するしたいんですが、でもコストは上昇はしています。去年より高いんです、コストは。なので、実に今年は本当に難しいと思います。これについて注目しながら話をしていきたいと思います。 この動画はここまでしたいと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。